はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、アマグリッシュです。ということでね、今日も早速動画やっていくんですけれども、ちょっと寸劇見ていただきたいんですけども、あ、大丈夫ですか？何のこれ式、パンはピロ式ということで、超くだらないんですけども、やっていきたいと思うんですけども、ちょっと謎謎皆さんに出したいと思います。言葉を作ってくださいってことで、ほにゃららパン、ほにゃららパン、あ、ちょっと見えないかな、見えなかったら言いますね。ほにゃららパンのを言葉作ってくださいと。で、まああのよくあの謎々あるじゃないですか、パンはパンでも食べられないパンはフライパンみたいな、なんちゃらみたいな。で、そういうのじゃなくて、あのフライパンとか、あと食べるパン禁止、これ使っちゃダメ。フライパンとか食べる系のパンの言葉入れちゃダメ。だからアンパンとか食パンとかカレーパンとかそういうの入れちゃダメ。そういうパン系禁止で、あのギャグのフライパンのこの字も使うのダメ。じゃあそれ以外のパン何ありますかってことなんですけども、食パンとかアンパンとかピザパンとかそういうのダメと。で、フライパンもダメと。何パン、なんとかパン、なんと山崎パン、いやそれもパンだろって話だけど、え、パン、パン、え、それ以外のパン、パンつけばいいのね。あの語尾にパンがつくように言葉入れてくださいっていう問題なんですけども、え、パン系ダメでフライパンもダメなんでしょ。ほにゃららパン、パン、ほにゃららパン、手をパンパンいや、そういうことじゃないだろ。いや、皆さん何だと思いますか？なんとかパン、いや、何でもいいんですよ。あの食べるパンとかフライパン以外のもう言葉になればいいんで。何パン、なんだろう、何パンあるかな。パン、なんとかパン、分かっちゃいました。パン以外、フライパンとパン以外のパン、見えないかな、ピーターパン。やあみんな、ミッキーだよ、ハハッみんな、ピーターパンだよ、ハハッなんだこれ終わりです。